ん？何？はーい、静かにしろー。どうす？どうした？声が小さいぞ。どうす？よし。はい、読めるやつ。おい、どうした？誰も読めないのか？じゃあ、そこの女子、名前は？滝沢、じゃあ読んでくれ。ふふん。大迫力と読む。先生の名前だ。なりは小さくても大迫力。よろしくな。覚えやすいだろう。俺はみんなの原告も担当する。特技はラグビーと柔道。他に質問あるやついるか？はい、先生一体何歳なんすか？青春真っ只中の24歳だ。おいおい、先生そんなに老けてるか？なんてな。はい、次、何でもいいぞ。はい、先生恋人はいますか？お、早速来たな。先生の恋人は教育だ。すまん、一度行ってみたかったんだ。現在恋人大募集中だ。いい人がいたら紹介してくれ。何事ですか、大迫先生？いや、その自己紹介をしてたら盛り上がってしまいまして。なあ、そうだよな。静かにしなさい。学年主任の氷室だ。諸君の数学も受け持つことになる。和気あいあいも結構だが、諸君は今日から高校生だ。節度を守り、勉学に励み、実りや。大迫先生、ちょっと。あ、はい。失敗失敗、先生怒られた。しー、こらこら、静かにしろ。実は先生もみんなと同じでクラス担任は1年生だ。わからないことも多いけど、お互いしまっていこうぜ。はい、じゃあ出席取るぞ。職員室に教材を取りに行ってくるから、ちょっと待っててな。ん？何？おい、タイラどうした？知り合いか？ううん、違う。別に謝ることないよ。その時、タイラは彼女に恋をしてしまったのです。恋って何言ってんだよ。図星だろ。そんなことないって。ああ、ごめん。俺たち中等部からの友達なんだ。君は受験組だよね。俺は平健太。よろしく。こらー、このクラスが一番うるさいぞ。先生また怒られるじゃないか。元気なのは大変結構だけどな。まあいい、誰か教材を運ぶのを手伝ってくれ。タイラ、目があったな。え、俺ですか？
ごい、タイラー。大阪クラスで一番最初の任務をお前に与える。はーい。